大迫半端ないっていうのを元ネタである滝川第二のロッカールーム映像を知ってますか？ご存知でしたら初めて見た時の感想を教えてください。見たことあるんですけど、あんま覚えてないんですよね。なんかめっちゃ泣いてたんですよね。で、大迫が多分すごかったんですね。僕その試合も見てないんですけど、その映像は見たことあって、なんかネタになってますけど、僕はあんまりなんか笑うようなことはなかったですね。はい。結構真剣に見てたかもしれないです。